静岡南警察署の巡査部長が都内で捜査車両を運転中に一般道を121キロで走行していたことが分かりました。県警は今日この巡査部長を懲戒処分にしました。捜査関係者によりますと、戒告の懲戒処分を受けたのは静岡南警察署の30代の男性巡査部長です。この巡査部長は今月6日の正午ごろ、東京都内の国道を運転していたときに法定速度を61キロ超える時速121キロで走行し、道路交通法違反で警視庁に検挙されました。この巡査部長は県外での捜査のため都内を訪れていて、速度超過の理由について道を間違えてしまって先を急いでいたと話しているということです。この巡査部長は現在通常の勤務をしていますが、公用車の運転はしていないということです。当時助手席には40代の男性巡査部長が同乗していましたが、スマートフォンで道を調べていたということで、所属長から注意などの処分を受けています。県警は再発防止と県民の信頼回復に努めてまいりますとコメントしています。